どうもコブルです。今回はロムで取って損はないセット装備明かりについて紹介いたします。グローイングロッドの入手方法についてロームのダンジョンにてランダムに配置される。ロームのダンジョンにてボルト・オブ・ザ・ヘラルドの奥にある3つの台座にグローイングロッドを設置する。するとそれぞれの扉が開き、中にあるセット装備、明かりを拾うことができます。こちらのセット装備、明かりは敵の攻撃を完璧に回避することで、移動、射撃、近接、リロード、回避速度が10秒増加、基礎ボーナスの回避がわずかに増加します。セット装備明かりについては、近接メインでやるのであれば、こちらの明かり装備を使った方がやりやすいかと思います。今回はロームで取っておいて損はないセット装備明かりについての紹介でした。完璧な回避をすることで得られるセット装備明かりとなります。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。